川口湖と富士山勝山紀、妙法寺紀は戦国時代の年代紀、海の国の川口湖地方を中心とした富士山北陸地域の年代紀、富士おむ浅間神社、勝山紀の署名は江戸時代後期に成立した海の国地市、海の国史編纂に際して付与されたもので、原本は無題。異名は妙法寺記で、勝山記系と妙法寺記系の写本が複数現存するため、 現存しない、共通素本が存在したと考えられている。勝山記系の書本では、藤川口古町勝山に鎮座する、藤尾室浅間神社所蔵本が最も原本に近いと位置づけられており、海の国史編纂に際しても用いられている。一方、明宝寺記系では、江戸時代の文政9年観光の基範本が最前本と位置づけられている。勝山記、明宝寺記内容は、 上代のしやす年間から A66 年まで複数人により書き継がれた記録。海の国主後、武田氏や軍内領主である小山田氏の政治的動向に加え、下見や浅間の筒がゆし寺の占い記録や、水がかり麦など、富士北麓の生活史、災害の様相など世相が記録されている。戦国時代の海国に関する同時代の記録では、他に、高城再起や、 演算向きだけ安年代記、大大記などがあり、戦国記を中心とする開国中世史研究の基本資料と位置づけられている。また、春の武器に本格化したシナの信仰により、両国化されたシナの国に関する記述も多い。前半部分は、年記法や内容の検討から、大大記、女前年代記、後年代記や歴代住職の覚え類き 作成資料として余白に書き付けられたと考えられており、内容の追付でも行われている。この追付では、南北朝期から増加し、室町時代の文章年間には、海の国関係の記事が品質し、妙法時期系の書本はこの時点から筆者が開始されている。A6 年間に編集が行われて、冊子本に整理され、転写が繰り返され、書本が成立したと考えられている。 明治時代には、歴史学者の田中義成により、藤川口子町省立の北家州本、門流寺院である、明法寺の歴代住職により書き継がれた年代記であると位置づけられた。かつては、明法寺記系の観光本が一般的で、勝山記系の書本は1935年に、山梨県の郷土市屋の赤岡茂木の校帝による、会の総書収録本が唯一であった。 1980年代後半には、山梨郷土研究開始、貝野路において、署名や原本、筆者などに関する論争が繰り広げられた。1985年にはさすが、笹さぐ、勝山木と原本の交渉において、一般署名は、勝山木とするのが妥当であるとする結論が出され、同書で初めて本格的な、勝山木の収録を行った。さすが説には、 柴ば春徳らも同調するが、藤吉田氏編参委員を務めていた笹本正春は、妙法寺歴代住職の書き継いだ修正は、妙法寺記が妥当であると反論し、藤吉田氏資料総書において、文政十年の交換本と俗軍書類中本の妙法寺記及び、精度の高い本国である五室浅間神社書像、勝山記を収録した。また、 さすがが、編さ委員に加わった、勝山孫氏や芝辻が、編さ委員に加わった、鶴る市などの自治体市において、本国本の刊行が相次いだ。山梨県市では、資料編録家、中世3に収録されている。また、品の資料、新編品の資料総書などの長野県の資料集にも収録されている。1995年には、 山梨県市編産事業に際した古文書調査が実施され、藤川口子町省立の北家修治院である常在寺所蔵の進出資料が発見された。これは日蓮宗の正教である狂気寺国教ホール普段読冊子の余白部分に記された日国覚絵書きで正教とは同筆と鑑定されている。日国覚絵描きは勝山ヤ妙法時期の原本系統に属する資料から、 転写された断片であると考えられている。内容は、勝山記明宝寺記における遠徳3年から4年にあたる記事で、書写本と比較しても多大な内容が記され、注目されている。筆者である、海善坊日国は、明王5年の記事が初見で、英正5年には、常在自住職日運の死去に際して、明宝寺から移ったと考えられている。明王9年に住職となり、 大英五年に死去している、日国覚え書き発見を受けて、大木竹雄や末柄豊か、芝辻春毒らが、書本の系統を検討し、相次いで論文が発表された。大木は、筆者を、日国商人をはじめと留守妙法寺僧とし、旧説の妙法寺記を指示した。一方の末柄は、日国覚え書きの筆者を、日国ほか城在寺の寺修造が書き継いだものとした。さらに、 勝山記、明宝寺記時期の共通祖本の存在を想定し、署名は、常在自習中期が適当であるとする新見解を示した。芝辻は創設の妥当性を認めつつ、年代記憶しの筆者を日国商人と断定することは慎重視すべきであるとする見解を発表している。日国覚え書は、山梨県史資料編六中世三条に収録。命名解体は資料を紹介した。 堀内徹による別称に年代記憶し、ありがとうございます。